だね、そう初めて。衣装もすごいさ、かわいいし華やかで、うんうん、なんかすごいやっぱ衣装着るとさ、さらにワクワクが増すよね。確かに。そうで、なんかこういう感じなんだって雰囲気がよりつかめるからいいなって思ったし、演技もなんかそれこそレミちゃんとか、うんうんうん、今日特に 見れて、うん、とにかく可愛いなって思ったのと、あと声がすごい通るなって思った、うん、あ確かに。そうそうだね、レミちゃん、サヤリンもめっちゃ通る。あね、サヤリンはね、サヤリンすごい、サヤリン知ってるけどみんなね、あの愛媛とかで培ったのかな。そうだね、ゆうなちゃんとか、あとはあとね、稽古場の雰囲気は、稽古場の雰囲気はなんだろう、でもなんかアットホームな感じがする。うん、なんかいい雰囲気じゃない。確かにみんないるからね、やっぱ、うんうん、なんかさ、たまに一人でさ、うん、AKB のメンバー一人で舞台に出たりするとさ、うん、めっちゃ心細いけどさ、うん、なんかみんないるから。そうだね、すごいなんか、うん、アットホームっていうか、アットホームであり楽しい、やりやすいよね、うん、多分演技しやすいよね、みんな。さっきもやるし、うん、めっちゃいっぱい笑った稽古中ね。浜ちゃんのスちゃんも面白かった、面白い役、スちゃん。なんかね、猫の猫の、ね、役っていうかお話なんだけど、そうそうそう、初めてね、男役、うん、彼氏役初めてなの、男役。男役初めて。そうそうだよね、だからなんか難しいんだけど、でもなるべく、うん、なんか声とかもいつもと変えてちょっと低くしてみたりとか。うん、確かに、なんかかっこいいよ本当に、うん、すごいかっこいいけど面白いよね。うんうん、うん、そう、なんかちょっとすごいハイスペックなね、そう男の子だから、ちょっと一歩間違えるとめちゃくちゃ気持ち悪くなる。確かに。そうだよね。でもなんか、うん、そうハイスペックだから、うん、なんかおしゃれっていうか、なんか、うん、あのオーラをまとってるけど、でもなんかちょっと面白い、うん、笑っちゃうところがあるし、ハマちゃんかわいいね。えかわいい、そう衣装もめっちゃなんかね、ねえかわいいよね、かわいかった。絶対かわいい、楽しみ。なんだろう、みんな楽しみですか。あでなんか、うん、今日っていうか平日に来てくださると、うん、私たちのこの、あじゃん、すごい、めっちゃみんな可愛いの、ね、みんな可愛いよね、みんな可愛くて。じゃあ一人ずつ見せてあげよう。はい、あじゃあナヌスちゃんのも見せてあげてください。じゃーん、こちらです。可愛いね、この時しかやらない髪型じゃないの。そうそうそう、すごい新鮮なさね、めっちゃ可愛い、ね、しかもさ、これよく見ると目がねハートになってる。あ、そうだよね、そうそう、正面、ほんとだ、めっちゃ怖い、ちゃんとハート、あ、わかるね、うん、ね、そう、かわいい、かわいい、みんな近すぎて全然かわいいです。これは平日限定ですよね。平日限定で、なんかランダムで1枚ついてくるらしいので、ぜひおしめんのやつを。え、ね、でもさ、ランダムだからさ、うん、誰が出るかわかんないから、ね、お、みんな見せるじゃあ、ここ半分しよう。みんな見せますか。みんな、でも見せない方がいい。じゃあそっちとこっちで分けよう。じゃーん、これエリちゃん、エリちゃんとか。でもね、全然みんなさ、ちゃん違うよね。なんか、うん、リンちゃんじゃない、リンちゃんだけど、リンちゃんじゃない。新鮮、サヤリーほんとかっこいい。確かに雰囲気変わった、かわいい。ひだちゃんね、この髪型ね、めっちゃ恥ずかしかった。あ、逃げてたね。いやだ、絶対って言ってたけど、めっちゃかわいい。セリちゃん、ミニーちゃんみたいな。ね、ハマもかわいい。かわいいね。似合うよね、そういうの。じゃあ、ハツ、かわいい。ピンクしてる。上手、ピンク。ね。あ、仰天も。ツインデール。モーちゃんか。誰かと思った。誰かと思った。ね、わかんないよね。なんかいつもと違いすぎて。ね。いや、みんなかわいいです、本当に。みんなかわいいですわ。ぜひ、皆さんこれ、コンプリートしてもいいんですよ。ね、コンプリートぜひ。これ何人だろう、全部で。22か。じゃあ22公演。22あれ、全何公演でしたっけ。 31? あ、13! 無理だ。全部はコンプリート難しいのか。ね、でも推しメン、ね、ぜひ出るまで。
本当に可愛いみんな漏れてる。でも可愛い、ね、まあ、舞台のねビジュアルとは全然違うけど、うん、そうだね、これもアイドルの可愛さが詰まってるので皆さんぜひ、ね、ぜひぜひぜひパンフレットで、ここで13日、5月13日からの公演に関しておさらいをしたいと思います。はい、なんとなんとオムニバス形式のお芝居に加えライブパートも毎公演実施します。すごくない？すごいね、毎公演。あのさ、オムニバスだから出ない時があるメンバーとかいるんですよ、うん、もう私もそうなんですけど、あの舞台の演技は出ない時もあるけど、でもライブは全部出るんですよかね、ってこと、あ、違う、間違えたライブは出ることが多いんですよ。ああ結構出る。でもあ、じゃあ出ない日でも出ることがある。え、そう、まだその詳細は出てない、あ、土日はメンバー全員で、メンバー全員で出るから、え、でもすごいのがセットリストが毎回違うっていう、ね、あ、そうだよね、本当に。そう、いや私たちはめちゃくちゃ大変だけど、でも毎公演絶対 ね、 そうね、同じものはないので、そこは見どころかなと思いますね。はい、やっぱライブがあるといいよね。うん、ね、いろんな曲あるので楽しみにしててください。撮影コーナーとかもね、撮影コーナーもあるもんね、あったり、本当に盛りだくさん、忙しくなりそうです。で、みんなになかなかさ会える機会があんまり最近ないですけど、ね、でもあれだね、この前さ、うん、8周年のお祝いちゃんとできなかったじゃん、なんか。そうだね、でもこうやってね、舞台でやらせていただけるから嬉しい、うん、ね、本当にエイトのファンでしたと。エイちゃん、はい。なんか今日浜にさ、DIY やってそうって言われる。なんでよ。確かにそうだけど、こうやって全身見せます。今日はレッスン着、ちょっとマスクっていう感じ。お、いいじゃん、いい、ひどい、おしゃれだよ。おしゃれだわ。おしゃれです。そうね。みんなのなんか質問ありますか？舞台に質問してください。あとあれだね。お手伝いメンバーも来るから。うん。お手伝いメンバーもね。あ、そうだね。うん。あ、ゲストとか。で、あれだ。お見送り、え、一緒だよ。お見送り。16日の13時からは、うん、一緒だ。私とゆいゆいと、あとなぎちゃん、3人でお見送りします。イエーイ、お見送りもいいよ ね、 ね、最近なかなかないもんね、お見送り。そうだ、ね、劇場ぐらいしかないから。そうそう、楽しみ、楽しみです。でも本番までもう1ヶ月切ってるもんね。そうだね。いや、ちょっと怖いね。けど、まあまあまあ、まあ、みんなで力を合わせて頑張ります。うん、なんとかみんなで頑張っていきます。お見送りは平日限定ですか？そうですね、そうだ、土日以外、月から金、じゃあ月、水、木、金だ。そうだね、いろいろもう言ったよね、これ、うん、これでも全部解禁されてる情報ですよ、ね、サイン入りパンフレットプレゼントとか、うん、平日公演限定のそうだとか、土日公演限定全員集合アニバーサリーライブ、あ、それさっき言ったやつ、うん、とか、前説とかもあるもんね、うん、前座、そうだ、お手伝いメンバーの、楽しみです。まだチケット買ってないよって方いますか？1枚だけっていう人いますか？いますか？何回でも来てください。いる？いるんじゃない？てか、まだチケットも買ってないって。あ、買って、やばい、買わないと、買わないと、もったいないよ。やばいよ、会えるよ。そうだよ、なかなかね、最近は会えないから。そうなんです。お、3回行きます、だって。わぁ、嬉しい、嬉しい、七瀬
せだけにならないかも。勝手に自分で言った。3回入ります。あ、おお。まあね、土日は来てほしいけど、ね、でも平日もね、これ本当にさ、ゲットしてほしい、みんなに。ね、この写真、写真。写真。本当に可愛いの全員。ね、可愛いからみんな、うん、ゲットしてみてください、ぜひ。そしてライブパートもあるので、ぜひたくさんね、来れる範囲ですが、うん、ぜひ来れるところは来てください。来てください。お待ちしております。いやいや、ゲストの日行きますなんて。お、ね、嬉しい、待ってます。あれですね。ななしちゃんも16日だ。そう、そうだ。ななしちゃんでもまたライブとは関係ないけど、あのあれだよね、お天気お姉さんのってよね。うん、乗った。おめでとう。ありがとうございます。そちらもよろしくお願いします。ありがとう。ってことで私のあのドラゴンボーイよろしくお願いします。そういうことか。本日なんですよ。あ、本当？本日の。あのパンのやつ見たよ。めっちゃ可愛かった。ありがとう。パンを落とされても可愛いゆいゆいが。いやいやいや。ありますね。そう。まなしちゃんのキャスターと。ドラマよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ことで。また頑張りますね。うん。稽古。稽古ね。ランキング？今日は明日頑張りましょう。え、ランキング読むんでしたっけ？ランキング見ます。はい、どんなレンジャーの13位はさとちゃんさん。はい、ありがとうございます。12位はロックさん、ありがとうございます。11位はあっつんさん、ありがとうございます。10位はプーロージュさん、ありがとうございます。9位はショートさん、ありがとうございます。8位はジアリングさん、ありがとうございます。7位はピンクカメオさん、ありがとうございます。6位はくんくんさん、ありがとうございます。5位はけんけんさん、ありがとうございます。4位は YSA73 さん、ありがとうございます。3位はノリーやっとマーク、あ、みんなでも名前だけにしよう。ノリーさん、ありがとうございます。読むか、こっち、あ、ジアリングアットマークシンガポールミュー D さん、ありがとうございます。4位は YS73 とマーク、結構頑張ってねさん、ありがとうございます。3位はケナイトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はノリアットマークダンコの7レンジャーさん、ありがとうございます。1位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。みんないっぱいありがとうございます。ありがとうございます。こっちも、あ、読む？そうね、こっちも、あ、いいんじゃない？じゃあこっちつないでおくので。あ、わかった。じゃあそれそうしてくださいまず。私はゆいも自分のやつで配信してたので今からランキングを読みます。13位ゆりかもめさん、ありがとうございます。12位、結構今日はもう終わりましたけど、ラッコーラッコーさん、ありがとうございます。明日とかもあるんですけど。11位、頑張ります。合ってんのかなこれ。なんかでも、あ、待って、間違ってるか。結構私出る出番が、11、なんかメインの役じゃなくても他のところで出てきたりとか、メンバーが、たけし、そういうのもあるんで、全然なんか、うん、ありがとうございます。メンバーちょっとしか出ないってことはないかもしれないです。10位ココナツさん、ありがとうございます。9位今日おいしいさん、ありがとうございます。今日は8位、あ、ゆいゆいが差し入れで、のぼさん、ありがとうございます。紫色のたけちゃん、ありがとうございます。カントリーマンもくれたので食べました。ドクタータケさん、ありがとうございます。そう、あげた、ありがとう、嬉しい。そう、5位ショートさん、ありがとうございます。4位風と海とさん、ありがとうございます。中井ちゃん楽しみさん、吉野さん、ありがとうございます。セットリスト、ライブの2位フォーコさん、ありがとうございます。ファンの皆さんが舞台ももちろん好きだけど、ライブがね、なんといっても多分楽しいと思うんで、そのライブのセットリストが毎回違うっていうのは結構ね、大きいんじゃないのでしょうか。しょうか、しょうか、そうです。ということで皆さん、はい、ありがとうございました。ね、ありがとうございます。舞台ぜひ来てください。来てください。ゲットしてください。じゃーん、あ、流しちゃった。本当だ、これめっちゃみんなもらってる。やったね、上手取り方やった。あれ、あ、すごい、もう本当ですか。バイバーイ。
バイバーイ。あ、間違えた。バイバーイ。